私、浦の星女学院に通う高校生。スクールアイドル、ミューズとの出会いをきっかけに、アクア。それからしばらくして持ち上がった母校の統廃合を止めるため、アクアが有名になって学校の知名度が上がれば、入学希望者、そう信じて活動を続けた結果、私たちのランキングは上がった。新しい切り口でアピールしたい私たちに、本が大好きなメンバー。こうしてアクアはネットに上げる新作 PV。ただいまー。停泊了解。ちょっと近よ。疲れたのはわかるけど、寝る前に汗くらい拭こ。いろんな場所で PV の試し撮りをして、花丸ちゃんが考えた衣装がすごく良かったから。丸が好きだった本。異界よりもたらされし闇の装束。我が打点の力のさらなる高まりを感じるわ。あとはこの翼を広げるにふさわしい。そこだよね。普段と違う方向性の衣装だから、なか、背景のパネルをこだわればいいの。ああ、もう、イメージ湧かないよ。その通り。新作 PV を作るのであれば。それじゃあ、いっそ部費で、北は北海道、南は。え？そんなに部費出るの？え、だよね。私もですわ、ルビー。冷めたら連絡取りたくてもスマホが繋がらなくて、どうしよう。
このテナシーって。はい。町の人たちが。うん。いや、いっ、ああ、商品の仕入れをする。確かに、みんな様子がおかしいわね。みんなあの調子で、町がまともに機能し、話しかけても町の連中は何も答えてくんねえし。ルリア、おかしな気配とか感じる？うまく言えない。島にいる青少女でしょうか。その、そうだな。依頼者のお偉いさんと会うまで、私たちで。私は森に行くのね。オイラは街中で怪しい。いつまでもここにいるわけにもいか。ん？ねえ、チカちゃん、リコちゃん。ほんとだ！すみ！お化け！あ、私たちのこと。そうとは思えないです。三人と、はぁ、もう怖かった。団長さんたちが来てくれて。チカさんたち、この辺りのことにも。高校生の女の子たちが集まって、ダンスや、チカちゃんが作詞、リコちゃんが作曲を担当してて、母校、浦の星女学院を廃校の、つまり、お歌と踊りで、みんなを笑顔にするために、ところで、興味ありませんか？ルリアちゃんも、団長、
私たちですか？うん、私たちと一緒に。どうしまし、一回ステージでねえチカちゃん、だってこんな美少、確かにそうだけど、急にはステージでキラキラ、私お歌を歌うのはだ、活動してるって言ってましたよね。それが私たちと一緒にここに、案外私たち以外、ルビちゃん、あ、待ってください、走、もうしつこいわね、まさか地獄に封印されし闇の魔物、ヨシコちゃんそんなこと言ってる場合、だからヨハネだってば、と、大変だよヨシコちゃんたちが、さこんな、あれよ、助けてくれてありがとう。さっきの魔物に出会ってからな、そんな、うん、な、ここにもビシ、チカちゃん取り込み中、み、それよりルリアがルビーたちを見つけたくらいで、気配、もしかして消えちゃ、いえそういうわけじゃん、まさかルリアまで調子、ちょっと、さっきは、この打天使ヨハネからも感謝を。危うく、闇の精霊たち？ヨハネ、え？ええ。あれは、地獄より蘇りし闇の、私は、人間たちのために、闇の眷属を。だって、
人間じゃないけど、この島の異変を止めに。よしこちゃん、もうやめるずら。だから、よしこ、いつもとは違う。だって、団長さん。それに、ルビーたちが着てる衣装を見ても。なんだか、マルたち、本の世界？マルたちの住んでるところは、ま、剣、そして魔法を使う。そして、いえ。皆さん、もうすぐ待ち。わー、本の世界一だ。お姉ちゃんたちも。ルリアが妙な気配を感じた場所にルビーたちがいたんだから、他の。おう、この街の。マリー、のんきな。そうですわ。気づいたら知らない場所。No, no! 見知らぬ土地こそ。焦ったら帰ってことが悪化するよ。な、うん。それは、みんな、遠巻きに私たちのことを見てる。大丈夫。海外経験。もしこの街の人たちが閉鎖的でも、チャオーシャイニーな。私に？イエース私。迷子。いいじゃない。道に迷ったくらい。私なんて、What？ あの、おー。なんだろう、閉鎖的っていう。話しかけるなオーラが全開ですわ。ほんと、まるでいつかの誰かさん。It's a joke! そうだね。不安があってばかりもいられませんものね。この辺でおかしなこととか。ん？何でもいいんだぜ。みんな話もして。怪しいやつ？イエス。見た。私たちの目の前に。うわぁ！おいらは怪しく。てわけでだ。私がおかしなけ。9人の女の子たち。やっぱりこの子たち。いいえ、私は。よしこちゃん、やめるずる。だから、私はよし。なんか変なのも混じってるけど。はい。この街でお、でも。すみません、みな。構わねえぜ。お、って、あら、あら、こん。わー、みか。ちょっと、ちかさん。出されたからといって。いいのよ。元気な女の子たちを見ている。本当にひどい落ち込みようだったわ。この町は昔から、それが一時活気づいて、しかし、それも長くは続きませんで。黒い影って、なんと。状況が悪化してってるってことか。とりあえず、オイラたちはもう少し。何とぞ。うん。
したの、チカ。うん。町のこと。あのばあちゃん、町をどうにかするため。そうなの。ねえ、団長さん。ちょっとチカ、あたし。そうだよ。お化けが出たらどう？そりゃあ、私は団長、あのおばあちゃんが、町の人たちを頼む。それじゃ、私、マリさん。例えば、裏の星の理事長である私と、生徒会長のダイヤが何もし、それは、プラス、ワン。チカッチにスタープと言って。ねえ、チカ、やめておけば。やめない！そうでした。チカッチがやめろと言ってやめる子だったら、今のアクアはありません。わかりましたわ。なり、確かに、チカが私たちの知らないところ。ねえ、何の話してる？なんでもないよ。団長、危ない場所には近づかない。はーい。まあ、あらごとはオイラたちだ。確かに、町の連中から情報が得ら、ありがとう、団長。ねえ、ルリア。やけに自信ねえな。なんだ、ルリアも？ねえ、大きな、照明と音響設備かな。お手入れもされてなくて、設備からして歌とか演劇とか、町の人たちが元気だった頃に歌とか、案外ここでアイドルたちが、チカさん、あ、あれ？団長さんは？なんか様子が変なんだよ。宿に戻りたい。なんだか落ち込んでたね。ああ、あいつが依頼を横に置いて、ルリアもあいつに引きずられて調子悪そうだし、
イオは魔法。なあ、オイラはこれからあいつの部屋に行くけど、ジョーちゃんたちはルリア、特にルリアのやつ、ジョーちゃんたちと一緒にいる。うん。私もルリアちゃんともっとお話ししたか。ルリアちゃんは部屋にいるんだよね。イオちゃんはどこに？そういや、さっきから見てね。じゃあ私たち、ジョギングがてら探して。部屋に戻ったと思えば、さっきの戦いのことを気にしてんのか？そんなことより調査の続きに出よう。そっか、まあ。その剣がお前を得、お前はもう何者だ。やっぱりダメか。イオちゃん、何してるずる？まさか。いや、はずれ。そ、こんなに明るいのに。明かりが必要なわけじゃないの。どれだけ杖を振っ、使う道具が変われば違うのかと。便利なのね。いろんなところで使われてるわよ。未来ずら。イオさんは、頑張り屋さんなんですね。そうなのかな。これで誰かの役に立てるんだから。つまりそれを失えば。お、よしこちゃん、なんでそんなこと。私じゃない。じゃあ今の子。私の手下の。魔法がお前の支えなのね。なら直々に落胆と。ぜ、いや。イオさん、お前の心の中にはもう何者か。なんて苦しいでしょ。なんですの。ステージに出てきたお化けの親玉？出たわね、踊り子さんたち。だけど。なんてことするの？何も持たない踊り子風情が、この青少獣2匹。これから、お前たちが。消えちゃった。もう心配ありませんわ。青少獣だって？はい。それが。あいつもその手下に同じ。ごめんなさい。私のせいです。違うわよ。そうだぜ。ルリアの調子。そうなのかもしれません。嫌なことばかりが気になって。しかし、青少獣が。戦艦ヤマトとかが、なんかすご、でも、平気っていうわ。ああ、人だとか魔物だ。そんなのが、質問、なんでだろう、ね、きっと、打天使ヨハネの力。誰も突っ込んでくれない。そっか、何もでき、B さん今、仲間。ちげえよ。あいつは剣、イオは魔法、ルリアは、ニヒリスも戦争で使われてたんだから、戦う力。
でも町の人たちも普段は島全体を覆っていて、もしかして長いかもしんねえな。おいおい、嘘。島を離れるっていう。くっそー、まさか相手の力で気空艇まで動けなく。島を離れるのは無理だ。ルリアの力でどうにか。ダメだ。同じく。私も。ちょっと休憩する。ルリアちゃん、何読んでるの？私の日記です。でも、なんだか、読んでて、楽しいことを思い出す、何かきっかけが、私がルリアちゃんに、可愛い、うん、だったら、先、制服！へへ、両方というか、なるほど。そういえば、私たち、ふっふっふ、ルリアちゃんを買い、おー、今歌ってる子たちがミューズ。私はこのライブを見て、スクールアイドルになる。キラキラ、してますね。うん、でしょ？シカさんは本当に好き？うん、大好きだよ。もし、それでね、次がいよいよ私たちアクアの。ああ、そう。ルリアちゃん、どこかにコンセントは？コンセント？ないんだ。もしかして、続き、ごめん。残念。でも、ありがとう。私も人前で歌ったことはないですけど。歌とダンス、教えて。はそれじゃあ行こう。全員しないでね。オーバーワークは禁物。はい。あれ？なんでもないんです。なんでも。私たちにできることが。マルたちも団長さんと。うん、それでチカッチはな、闇の魔物たちに侵された町の人々を打点の力。そう。え、打点、いやライブ。うん、歌が大好きなる、あんな
なるほど、筋が通っている。でもブッブーって。あとお掃除もしなきゃ。まだまだ問題はあるけれど、何にせよ。うん。中央広場のステージよ。私たち町の人たちのために、町の人たちがライブお願いします。ありがとうございます。みんな行こう。スクール、ステージお掃除隊、マッシャルビアクワリア隊、そして機材もなんとかし、みんな役割。急に何言い出すかと思ったら、ステージはこんなになっちゃってるけど、青少獣と戦うなんてできないけど、でもまあ一応かけ。それじゃあみんなやろう。プール掃除は大ブッブーですわ。ほら二人とも喧嘩してないで掃除進めるよ。時間ない。ずーっと世界の終、我が漆黒の翼を広げるために。この呪文でもダメだというの？本当にヨシコちゃんこれを動かせる？わかんない。あの、こんにちは。場所は中央広、よかったら。スクールアイドルでーす。ライブ？くだらない。私たち宇宙裏からやってきたスクール。アクア？今度ライブやります。結局ビラゼロだ。うん。受け取ってもらえた。さすがに興味さえ持ってもらえ。ああ、諦める？諦めない。だよ。とにかく町の人たちを。結局機材は動かせなく。掃除に合流するのはいいけど、肝心。お姉ちゃんたちは、ちょ、ん？うん。ピヤ！マルたちに、今さら、ステージなんかそ。この街にはびこる闇も、打点し、何にもなんない。そうね。大丈夫。
展開の資格。ヨシコちゃんやめる。だからヨハネ。私チカたちがビラ配っ。だけどチカも花丸たちもこんなにみんななんでそんなにが。みんなの笑顔のためだよ。笑顔？チカちゃんも言ってたずらね。スクールアイドルはみんな。そう。あまたの救いを求める。曲を作ったり、衣装を作っ。応援してくれる人たちが、でも、その苦難の先で、スクールアイドルとして、みんなの笑顔のため。私の師匠、魔法は、それって、素敵。ステージの整備、機材が動かないんでしょ？師匠に教っ、みんなの笑顔のために、私。ごめんください。あら、いらし。まだまだですね。お掃除も整備も。なので町長さんにお願いしたいんです。あと、この町の過去に何があったのか。チカッチがライブの話を始めると、町の方たちの様子。あんなに大きなステージを作った方たち。この町で何があったんですか？実はこの町に。でも、この町に学校は。おや、グループを組んで歌い。名前は偶然の一致ってやつ？ええ、何の取り柄もないこの町に、ある日、町の娘たちが歌い、踊り、それをきっかけに、町は活気。しかし、それも長くはつ。なんかこう、ビラにインパクトが足りないの。どうすればみんな興味を。ああ、もう！のれんに腕押しね。うん。みんなに歌を聴いてもらって、ダメなら、悔しいけど。どうしてみんな、こんなに言わ。皆さん、お話が。この街に、スクール。ええ。って踊っていて、挫折を味わったから。そんな。私ですか？この町にもいた。はい。どうして？わかりません。みんな、歌も踊りも大好きで、こんな時間がずっと続くと思う。みんな、きっと本当はまだ輝きたい。私、最後まで頑張ったんです。でも前向きに頑張ろうって、いつから私もスクールアイドルを見るのが辛く。どうする？やっぱりライブやろう。うん。何が何でも歌を聴き、スクールアイドルとして頑張ってた子たちがここにもいる。この街にもう一度、私たちの。うん。
なるほどな。ジョーちゃんたちの歌。私も、チカさんたちと、この町の人たちが、昔好き。問題は、どうやって、ビラ、それも、一度諦めたことにまた向き合う。確かに、私も随分大変。とにかくです。普通に、他に何か、どうすれば、みんな来て、神々の黄昏、約束の時。あ、ヨハ、この打天使ヨハネの魔力が、街に刺す影を、ヨシコちゃん、やめるずら。だからヨハネ！また特に意味もねえことを言ってたのか。あ！ねえ、ヨハネ、え？素直にステージに。はい。え？とにかく、町の連中。あ、いましたわ。団長、調子はどうです？シャイニー。あの、私と B 君たちと力を合わせて一つや、それで団長さんにみんなで知恵を絞って作っ、私たちがスクールアイドルを始めたのは、私たちの歌で希望を灯したい。私たちのドリームはみんな、結構な騒ぎが起きると思いますが、この機材に、師匠が教えてくれたこと、やった！照明もなんとかなりそうだし、イオンナイスワーク！となれば、そろそろヨハネの出番って。ええ、打天使、頑張りましょうね、ヨハネさん。よろしくね、ルリ。大丈夫かな。ルリアちゃんもついてるし。ねえ、パンを買いたいのだけれど。無理よ、パンをこねる気力。そうよね、いいわ。私なんか、小麦粉に水をかける。下劣で下等な人間たち。な、何？中央広場の方から。我が名は打天使ヨハネ。マル、さあ、テナシーの人々よ。この打天使ヨハネ、あなたたちも私のリトルデーモン。あの子は誰？何を言っているの？何一つわからない。けれど、下劣で下等な人間たちよ。イニシエのバビロンを産み落とせし偉大なる母。そして、チグリスから宇宙らを繋いだ生命の主。花丸ちゃん、ヨシコちゃん、きっと大丈夫ずらよ。多分。わあ、ティアンマト。
大きい。原初の神が一柱。あれは何？あれが堕天使。Oh no！ このままではあのブブーですわ。It's Jack！ 皆さん、人たち、皆様、中央広場に向かい。あっちは早くみんなを連れて。あの団長さん、この町と団長さんの役に。だからあれって大切。あの強い風、うん。堕天使ヨハネが呼んだ怪物は、じゃあ行くよ。ヨウちゃん、機材はまだ治ってないから、うん。ヨウちゃんが機材を、私たちで、町の人と、立ち直るときに冗談。はい。なぜただの踊り子が聖少獣たる私。
この町の絶望は。私の力に落ちた英雄がどうして剣も魔法も使っ、何度も何度も何度も町を救った。その剣がお前を英雄たらしめるもん。踊り子ども、お前らがこの聖少女に、その希望を塗りつぶしてあげる。大好きがあれば大丈夫。
囚呪詛プロジェクト準備完了。夢のように踊りましょう。いつものライブよりやる。よしこちゃんって何もあそこまでやらなくても。ほんと大騒ぎでしたわ。ちょっとやりすぎちゃったかな。でもみんな最後には笑顔に。イエース、大成功と言ってよ。やっちまえ。私の力がニヒリスの気配が弱まって、いや、消えちゃった。またこの島中に。厄介なやつだな。倒せ。はい。まだ。でも大丈夫。ライブの大切なことを思い出して。あ、チカちゃん。私たちの歌、行こう！みんな！うん！行くよ！アクア！さどうしてここ、皆さんと喋って、
この街で起きていることを、私たち、みんなの輝き、だから、私たち、チカちゃん、うん、よかった。これって、こっちでは船、おー、ファンタジーズラー、本の中、ファンタジー、本物の魔法、この英知があれば、私は、うん、二人、どうしたのよ、ルビー。だって、不安なんだもん。大丈夫ズラよ、マルもヨシコちゃんも、アク、それに、団長、ヨハネ、もう、ズラマ、だから、今はこの世界。でも、ヨシコちゃんは楽しみす。というか、これ以上、堕天使キャラが悪化したら。ああ、それと、頑張るビー。その息づらよ、ルビー。